444回目のただいま続きいきます。前回の続きなんですけど、どう進化していくのか見ていきましょう。タップしたら多分始まると思うんで、いきます。もう帰ってきてるでしょ。お帰りなさいませ。うわ、もうやばいっしょ顔やばいっしょ。もうホラーすぎる顔。はい、進化しますよ。こっからはわかんないっす。うわー、もう牙出てきた。苦しめる人形なんて大嫌い。なんで胃だけ赤いんだそれ。なんか意味あるのそれ。お人形にいっぱい嫌なことすると弱ってる気がする。帰ってこないでって言ったらズズズズズズ聞こえてきた。この音は不安でいっぱいになる。いやー、でもこんなに浄化させても戻ってくるなんて本当にすごい気持ち悪い。やだ、消えて。で、こっからですね、私、あることに気づきました。これです。くじ引きを何度も引きました。このくじ引きっていうのを、広告動画を視聴して3回くじを引くっていうのを、ひたすら裏で、作業しながら、やってました。なので、このくじを、どんどん引いて、浄化の玉、使用すると人形のゲージを最大値の 100% 消耗させる。めちゃめちゃいいじゃないですか、短縮に。ということでね、こういうのを使っていこうと思います。で、捨てるときに、この、公園に捨てる、この様子を見るで、なんと右下、27個も、これくじ引きで引きました。これで、あっという間にね、帰ってくるんです。ズズズズズズ。ズズズ。お耳で鳴ってるズズズ。どのぐらい上がるんだ？まだか。じゃあ、繁盛か。どんどん捨てる、どんどん捨てる。はい、使う。お帰りなさいませさ。進化するんじゃない？これから。どういうことになってくのさ。どうなるの？うわ、顔がもう一つ出てきとる。お人形、塩が嫌いみたい。塩は悪いものを追い払うって、お母さん言ってた。だからお人形は悪いもの。海だったら、お人形もきっと、新しいとこ？お顔が増えてる。海岸来た。さあ、浄化していきます。浄化もこんなしかないんだ。はい。海、海岸か。捨てる。はい。早いですよ。頑張る。お母さんきっと褒めてくれるもん。すごいね、でも。よく、お子さんめちゃめちゃ、戦ってるね。普通、こんな、戻らないよ。うわ、顔どないなっとる。お母さん嘘つき、海嫌い、全部嫌い、さっきからずっと気配がする、振り向いたらって、そんなこと分かってるよ。嫌だよ。違う顔の子いる。逆さまで笑ってる。やばいね。はい、じゃあ使いますよ、どんどん。お帰りなさいませ。お人形さんなんでいるの？レベルアップ。どういう風になっちゃうのこりゃ。またなんかすごいな。今度は戻ってこないって思ったのに、捨てるのやめたらお人形は死ぬまでいるの？いや、来ないで。来るな。変な音もやめて。ズズズ。目、口、怖い。これ、どうなになってるん？やばいな。どうだろう？これ、結構、ここまで来たら絶対になんかいっぱいにならないよね。あ、乗った。やば。めちゃめちゃ海岸強。わ。もう顔の原型がない。顔を見つけたの。流れが早くて、こんな人形なんかすぐに流れる。溺れてしまえって言った時、お人形が私を笑った怖くて。え？違う。お人形が私を笑った。怖くて、お人形落とした。落としたのにお人形笑ったまま、なんで笑ってるの？火、目がギョロって。顔は？ここで？最初が可愛かったわ。捨てる。なんか、中にありますよ、これ。わかめですか？この鈴の方がいっぱいあるって何なの？お人形さん、お人形さん、どうしてここにいるの？普通に話しかけちゃってる。え？なんでお人形さんの方にいるの？みたいな。もう、
もう正気じゃないのかもしれない。子供も普通に、あれもういな、な、もうまたいるのそこみたいな。そこ好きなのみたいな。さあ、どう変わるのか。もう顔がない。顔がない。お人形が笑ったの。わかった気がする。お人形、お家いたの。何をしても意味がないって笑ってる。お母さん、お母さん。お母さん、怖い。一人、一人。いや、怖い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 。お顔、お顔がない。この鈴がさ、ジョーカーの玉に比べて、めちゃめちゃ多いんだよ。割合が違うぞ、全然。夢でもね、お人形さん帰ってくるの。え、どういうこと？いや、レベルアップしてない。そのゲージ何？あと美なの。そこ見えないところでちょっと美なの。さあさあさあ、使いますよ。夢でもね、お人形さん、あ、いや、さっきと一緒だ。どうなんの？顔がないの次は何？貞子になっちゃった。一人ぼっちで人形は私を笑う。もう笑ってんの分かんないよ、髪の毛多すぎて。捨てても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 誰ももう助けてくれない。お家を飛び出したら、黒い蝶ヒラヒラしてた。なんだそれ。嘘？髪伸びた？あれだね。イメチェンした相手に言う感じの、あれ？髪伸びた？みたいな。ただいまって聞こえるの。聞こえるんだ。それは、嫌だね。まあ、もう浄化ないんで、あ、でもまだ、この払うっていうのを使うか。全然減らねえ。塩は？全然減らねえ。いける？あ、でもなんかいけた。よし。これで、進化したら今回はおしまいにしよう。よーし、さあ進化してくれ。レベルアップ。髪の毛で前見えなくなって、次何？なんだよそれ。チラリズムかい今度。ねえ、誰も助けてくれない。黒い蝶ひらひらどこ行くの？歩いて走って追いかけた。お人形はどんな気持ちで私を追いかけてるの？黒い蝶、田んぼに落ちてひらひら止まった。あら。黒いお顔、真っ暗で怖い。さっきの黒いのに髪の毛を被せただけやん。田んぼだ。待って、これさ、どのぐらいなの？ダメだこれ。使い果たしても足りんなこれ。そうだね、足りないね。あ、でもいける？ワンチャンいける？ワンチャンいけるわ。あ、ワンチャンいけるってか、いけるわ。OK。で、田んぼ？次、田んぼに捨てんのかい。もう、なんか、それだと復活するって、なんかいろいろ巻いて、もう出れへんように しといた方がいいって。さあ、これレベルアップするのか？これが、本当の本当の本当のラストになるのか？来た！どう進化する？口しかないやん。黒い蝶、動かないよ。ねえねえ、動かない、動かない。今、さっきまでヒラヒラしてたのに、死んじゃった。いや、いや、助けて。次は私が死んじゃう。殺される、殺される。やばいよ、口、大きく開いてる。どうなんのこの先。いつも思うんだけど、頭より上しか動かないよね。ということで、最後こういう結果になりました。もっとね、くじ引きの方を何回もやって、貯めてね、一回の動画で進化させられるように頑張りたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、バイバイ。